三井主法から1676年10月16日は、江戸時代の女性商人である。主法とは、補体の名。本名は不明。三井家の園祖。前田れ商法の元祖と言われる。主法は、伊勢国滝群入村で、長井兵衛の子として生まれた。長井家は野豪を住屋とする地元の豪商であった。本名が伝えられていないが、これは主法が後年。 仏道に帰依し、信心を怠らず、方号を持って、通称とし、本名を省いたのでは、とされる。1602年、主法13歳で、伊勢国松坂の三井家につぐ。夫は、三井即表へ高とし、大御国名松ズの元上主、三井越後守高安の長主としてこの時22歳であった。三井家は、高安の代で、武家から町屋に転校し、 父屋や酒、味噌の販売を行っていた。越後屋の屋号はここから由来すると言われている。手法は、夫高と氏が、奏より父高安から武士の訓育を受け、町人の気質に疎いことを気にかけ、家業の混合を深く暗示、自ら商売の道を作って、子供にその作法を教え、実践したとされる。手法が夫に代わり、家業の商売一切を取り仕切ることで、 家業の立て直しが図られた。そして、夫との間に四男四女を設け、そのうち四男が八郎米売である。主法は子供たちに、江戸や京都、大阪に、呉服や両外の商売を起こさせ、これが、後の三池の祖となる。1676年10月16日、主法87歳で没する。改名は、友光院伝、勝つ主法大師。 松坂の来光寺に葬る。江戸時代の女性商人、三井主法が三男にあてて書かれた手紙、主法大師行場は、三井主法にまつわるエピソードが多数収載されている。若い頃から詳細に長けていた。主法の孫が後年記した昭和大器によると、次のように記されている。若き自分より、天聖昇神、始末、日をいと日、古今珍しき女人にてこう。 家業の七夜や酒、味噌の販売を次のように行っていた。薄利多売の、いわゆる前垂れ商法の由来はここからと言われる。七物など外よりは、利分も少々安くいたし、傘を取りこうさ様にいたされこう。また、酒、味噌など回避ともえ、あしらい、自身それぞれに、茶束湖冷食等にても解人の使いのものに、愛想いたされこう。 を増やす方法で行いましたまたお酒や味噌など買う人をもてなし自らお茶やタバコ茶花などで買い手の使用人に愛想でもてなしをしましたこうした商売が街で評判となり伊勢松坂の城主古田大前の耳に届き主法夫婦を常駐に呼び出して酒を買い上げ大前から越後殿酒屋と呼ばれこれが越後屋の元となった 上出生がかりの評判により地元の名士として、主法は歩むことになる。手法は、商売が軌道に乗ってもおごることなく、仏心信心深く、慈悲深い女性であったことが、昭和大気に示されている。慈悲深き人にて、ぶつか信仰強く、常精進の後、毎日寒中にも、朝七つに来、水を浴び、それより、神仏祈り申し子を祈りました。 山景の折、道中に古い縄が落ちていると、それを拾い、近くの知人のもとへ、大沢らとして届けたり、もっといの切れ端で、関税紙よりを作ったり、そのような失踪倹約が徹底されたエピソードがいくつも残されている。手法は、長男を幼少より江戸に立たせ、五福屋が大阪や京都にのれを広げると、四男、利を十四歳で京都に向かわせ、 商売の厳しい修行の鍛錬を積ませた。これが、越後屋五福店の詳細を発揮する氷のもととなる。子育てを通じて、世間の厳しさを実践的に悟す一方、優しく温かく子供たちを見守る様は、手法大師筆跡において、手法がなくなる直前に、京都で修行を積む氷に当てて書かれた、筆跡美しい手紙が物語っている。頼りそうらえて、 一筆申し候べくこう。そこもと、サブロベー、五六八紀伝、いずれも生き際のよし、満足申しこう。ここも、うちことも、どれもどれも、即歳に、おいりこう。かもしちかじかに、喜び前に、おいりこう。この人と、同心相らえて、御下りあるべくこう。や五六八、あなた、いずれも、即歳でとても満足しています。ここも、 定員子供もみんな達者でいます。ことぶきさんが近々、刑事前になります。力を合わせていますので、どうか下ってきてもらえると。手法は、87歳で、亡くなる直前、臨終の折、間もなく息絶えることを直感し、枕元に嫁を呼び、蔵の中、2階の物置にからし入りの袋が2つあり、自らの仏事にお越しになる方に配るように、自分の体は硬くなる。 これから足を曲げると言い残したとされる。最後まで新人と周りへの気遣いを示す内容が残されている。手法の詳細、子育ては高としらの名称を生み、三井家の柱となった。後年、同家の名女として、明治の実業家である、広岡朝子にも大きな影響を与えたと言われる。ありがとうございます。